ホークス秋季キャンプが今日から始まり、小久保ホークスが始動しました。おはようございます。おはよう。野手は宮崎、投手は筑後に分かれて行われる今年の秋季キャンプ。若手選手を中心に周東選手ら主力選手も参加しています。小久保裕紀新監督は、このキャンプでプロの世界で戦える自分の城を築けるよう取り組んでほしいと語ると、バッティング練習で汗を流す選手に熱い視線を送っていました。4年ぶりのリーグ優勝を狙う来シーズンに向け、秋季キャンプは今月17日まで行われます。